よろしくお願いします。徳島県立徳島視覚支援学校です。本校は ICT を活用した視覚障害者の学習環境の構築と授業実践をテーマに、タブレット PC を用いた職業教育の実践研究に取り組みました。それではご報告させていただきます。まずはじめに視覚障害について簡単に説明をさせていただきます。視覚障害を大きく分けると全盲と弱視に分けられます。視覚障害者というと全盲の人をイメージしがちですが、7割から8割の人が弱視です。現在本校の職業学科に全盲生徒は在籍しておらず、弱視の生徒ばかりです。弱視と一言で言っても見え方は一人一人大きく異なっています。ここで弱視の見え方について簡単に説明をします。これは本校の中庭の写真です。これを見え方の違いで見ると次のようになります。視力の低下によりピンボケをした見え方です。近視の人が眼鏡を外した見え方に近いですが、弱視の場合は眼鏡やコンタクトで矯正をすることができません。次に視野が狭い見え方です。見えるのが中心のみで広い範囲の情報が収集できません。逆に中心が見えずに周囲の視力がある状態です。今は写真なので周辺の映像は見えていますが、本来周辺の視力は中心視力に比べてあまり出ず、もっとぼんやりしています。眩しすぎて見えづらい見え方です。一般的に目が悪い人には明るい環境が良いと思われるかもしれませんが、逆に眩しく感じ見えにくいという人も多くいます。これらはあくまで擬似的に表現したものです。個人差があり体調にもよることが多いので、一人一人見え方が大きく違います。このように生徒は各々異なる視覚障害を有していますし、年齢も18歳から63歳の方が学ばれています。また学習内容はご覧の通りとても多く複雑です。このような中、教員は拡大コピーをした資料を提供したり、生徒は視覚補助具を使いながら学習をしています。これはその視覚補助具を使用している授業風景です。写真右上の拡大読書器や中央の書検台、拡大鏡など個々に応じた視覚補助具を活用しながら学習していますが、生徒は日々見え方が変わるために十分対応しきれない時があります。そこで資料をデジタル化し ICT を使って資料の大きさや色を自由に変えることで、生徒が見やすい学習環境が構築でき、学習効率が上がるのではないかと考えました。具体的には校内の ICT 環境の構築とホームページを活用した自己学習システムの構築を行うこととしました。まず校内ネットワーク構築のため無線 LAN を設置し、各教室で iPad などが使える環境を整えました。また生徒用の ICT 環境の構築のため、すべての教室に生徒人数分のモニターを配備し、分配機も設置しました。これにより教員が iPad やパソコンを教室で使うことができるようになり、分配機につなぐと生徒は目の前のパーソナルモニターで提示内容を確認できるようになりました。では授業実践の例として、マッサージ実技での iPad 活用と全盲教員の分配機を活用した板書方法の2件を紹介させていただきます。まずはじめにマッサージ実技での iPad 活用を紹介します。左の写真のようにマッサージの教科書は文字で実技内容が記されています。しかしそれでは手技を覚えにくいので、右の写真のような教材を作成しました。これを見ることで順番と揉み方が一目で分かり、覚えやすくなるようにしています。ではその授業の動画をご覧ください。教員が横でデモンストレーションをしています。それを生徒自身が iPad を操作してマッサージする手技の順番や方法を確認しています。自分の見やすい大きさで資料を確認できるようになりました。次に全盲教員の分配機を活用した板書方法を紹介します。分配機で教員パソコンの画面を生徒のモニターに表示して授業を行っています。教員は全盲のため、読み上げソフトで画面データを読ませ、画面を確認しながら授業を行っています。そして板書と同じようにポイントを書き込み、生徒はそれをモニターで確認しています。これにより教員は全盲であっても、また生徒は弱視であっても、板書を使った授業と同じような授業を受けることができるようになりました。次に本校ホームページを活用した自己学習システムについて紹介します。
本校のホームページ上に在校生しか入ることができないルームを作り、生徒がログインをすると、ルーム内のさまざまな教材が閲覧できるようになり、家庭での学習補助ができる環境を作りました。自己学習システム内にあるオリジナル教材の例を紹介させていただきます。例えば、ウェブ問題作成ツールを使って4択のテスト問題を作成しました。学習したい教科の内容を選択し、回答後、採点ボタンを押すと整合表と点数が出るようにしました。点数が出ることで達成感を感じ、振り返り学習にも活用できるようになりました。その他、授業支援ソフトとタブレットを用いた授業を行ったり、外部デジタル教材として理科ネットワークを活用したり、オリジナル教材を作成するなど多くの取り組みを行いました。また、生徒は校内のパソコンにログインをすると、どのパソコンでも自分の環境で使用できるように設定をしました。これらの取り組みをした後、ICT を活用した授業について生徒にアンケートを実施しました。生徒の声をお聞きください。iPad を使うと、自分で好きなところをこう動かしながら見ることができますし、気になったところは好きなように大きさをこう変えながらチェックすることができるので、とても便利です。見やすいです。黒板はあんまりやっぱり距離があるので見えないですね。で、手元ってこの近いからやっぱりはっきりと分かりますし、そうだね。これ確かに大きくてあのカラーもきちんとしてるし見やすいですね。でもやっぱりここへ直接書き込むことができるので、それがやっぱり不便と思うわ。この実践をまとめますと、成果として ICT 機器の導入により生徒は見やすい状況で教材を確認できるようになりました。また各教室に分配機とモニターを設置することで、全盲教員もそれを黒板代わりとして活用でき、生徒はそれを目の前で確認できるようになりました。ホームページ上に教材を置くことにより、生徒の自己学習環境が改善しました。学習に有効なデジタル教材が作成でき、生徒の利用が促進されました。課題としては、デジタル教材がまだまだ不足しています。時間を設けて教材の充実を図らなければならないと感じています。次に、ICT 機器が生徒数に対して足りていません。一人一人にタブレット等が行き渡るように、機器も充実させていかなければならないと考えます。また、デジタル教材のみならず、拡大資料などアナログ教材にも良い特徴があります。我々教員は授業力を向上させて、これらすべての教材を効果的に活用しなければならないと感じています。これからの展望として、生徒の ICT スキルは本当に様々です。しかし、視覚に障害のある者にとって、ICT は学習のみならず、生活面でも大きく活用でき、なくてはならないものになっています。この活用の広がりが、ひいては QOL の向上につながると感じています。職業教育を受けている視覚障害者の数は決して多いものではありません。生徒の障害も異なり、また学ぶ科目は多岐にわたっています。さらに、教員が視覚障害がある場合もあり、その授業スタイルも多様なものとなります。しかし、このことはどの盲学校においても共通の課題だといえます。よって、本校から全国へ情報を発信していくとともに、他校と教材のデータベース化、情報の共有化を図ることが今後は必要だと考えます。日本全国の盲学校が連携し、その教材や ICT 利用のノウハウが共有できれば、大きな授業補助システムが出来上がると考えます。現在の本校の取り組みとして、文部科学省の指定を受け、今年度から併設された聴覚支援学校とともに、タブレット PC を活用した視覚障害教育、聴覚障害教育の指導力の向上と、効果的な生活支援、地域支援の実践研究を2カ年計画で実践中です。これはパナソニックでの ICT を活用した授業実践が職業教育において非常に有効であったため、このノウハウを職業学科以外の視覚障害教育や聴覚障害生への授業でも活用できるのではないか、さらに寄宿舎等の視覚聴覚の共有コミュニティなどでコミュニケーションツールとしても ICT が有効ではないかと考えて実践研究を行っています。この研究が特別支援教育のセンター的な役割として、他の小学校などの弱視学級や難聴学級などの支援になる上、さらに子どもたち自身の社会自立への一助になると考え、これからも頑張って取り組んでいきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。